どうも山田です。さ、私はですね、ただいま仙台にございます七北公園の方にやってきております。こちらの七北公園、何を隠そう、今年のゴーフェス仙台のメイン会場となっております。ということでですね、あんな感じでレガピカチュウもいるし、こっちの方行くとテントずらーでございます。この後ですね、ちょっとですね、このゴーフェスのやはり会場ということで、なんかすごいね、かなり例えばなんかこう、パネルが立ってたりだとか、まあの中がですね、すごくポケカツ楽しくやれるようになっているし、さらにですね、この会場内限定のですね、リサーチとか、まあシャドウがね、ゲットできるスペシャルリサーチ、こういったものがございますので、非常に楽しんでいこうと思うんですけれども、今日はですね、午前中ですよね、まあ、市内の方で僕プレイしていたんですけれども、すごく悲しいことがありまして、色違いが普通に AR のバグで逃げられるというね、まあ、正確には逃げられるというよりも AR の写真をこう行き来したらアプリが落ちちゃって、でアプリ再起動したらもういねえっていう、トリミアンの色違い持ってなかったんだけどなっていうことがございました。なのでですね、ちょっとね、今日ね、 AR 写真もね、結構いろいろ撮りたかったんですけど、野生のポケモン相手にはちょっとこれやらないというふうにしようかなというふうに思っております。でですね、ちょっと私これ2本目の動画なんですけど、1本目の動画でね、全然色違い撮りたいのよ。だからもうここで頑張ろうと思って、はい、会場の中だと色違いね、爆上がってくれんじゃねえか、確率爆上がってくれてんじゃねえかというふうに期待してですね、ちょっとですね、これからはプレイしていこうと思います。ということで、ゴーフェス仙台七北公園、がっつりやっていきましょう。はい、ということで、こちら会場の中に入ってですね、進められるリサーチがございまして、それの1ページ目が割と簡単だったので、もうサクッと終わっておりました。はいはいはい、3つ終了でございます。でこれを進めるとですね、今回のですね、目玉である幻のポケモンマーシャドウが手に入るということらしいので、進めていきましょう。でこのね、 EV ちゃん、そうなのよ、今回ね、お日様とお月様の、こう冠をつけたですね、 EV とかピカチュウがですね、出ておりまして、この辺が欲しい、この辺の色違いもね、今回実装されておりますんで、出したいなという気持ちございます。おお、スパークさん、どうした。おうおうおう、ゲンガーみたいに鍵がなんちゃらっつってるけど、え、水面の丘スカイアリーナ、とりあえずそれぞれ行けってことな。今俺がいるのはどこだ。でも水辺っぽいよね、なんか俺のこの今いるところね。この辺の一回ポケストップ回して、でポケモン捕まえてみっか。行ってみよう行ってみよう。はい、なんか野生でさ、海流普通に出てきたんだけど、びっくり。ちょっと待って、何これ。つうかさ、でもなんか今リサーチ進めようと思ってんだけど、水の音で持っているとかなんか書いてあったんだけど、どういうこと。でも AR 写真を撮れってことなんで、とりあえずこの辺にいるポケモンたちの写真、今その水辺来たんで、そいつらを手当たり次第にとりあえず撮っていこうかなと思います。手当たり次第って言っても多すぎません。困ってるんですよこれ。この2ページ目のやつで、何なんだろう。でもこれバスラオがさ、いるから、バスラオでいいのかな。なんかこのミニ竜とかどうだい。うん、チゴラスミニ竜じゃなくてチゴラス、手前のミニ竜がいいんだけど、そうこの子とかどうだい。ほい、うん、違う。なんだ、なんか水辺の音で持っているって、水辺の音のポケモンをゲットしてるやつの中から写真撮るってことかな。だとすると、今なんかバスラオの飴が書いてある。 AR 本当にバグってんな。なんか AR 系のタスクをやらなきゃいけないのにさ、 AR 落ちやすいってさ、あかんやんって思うんですけどね。とりあえずバスラオかな、それとも持っているミニ竜でもいいのかな。一回これで、はい、よし、出して、どうだ。ほい、この子の写真、はい、撮った。あ、これでいいんだ。なるほど、なるほど。次は、スカイアリーナに行って、そっちで写真を捕獲したやつで撮っていこうって感じだな。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。あ、てか、そうだ。こっち来てからのコレクションチャレンジもあるから、星のパレードで人出番だろ。うん、だそこはもうマストで行くんだ俺は。うん、中盤は星のパレードにちょっと引きこもってる感じになるかもしれませんね。はい、でとりあえずスカイアリーナ、スカイアリーナ、スカイアリーナ。はい、ということで2ページ目終わり。スカイアリーナの方をね、とりあえずちゃちゃっと、すごいそばだったんで、なんかね、七北公園その従来の
こういったフェス、まあ、海外とかの公演に比べると、サイズ感が程よい感じなんで、それぞれのねエリア移動が楽ですごく助かる。ちゃちゃっと3、4、5も進めちゃって、で欲しい色違いに専念。いやちょっと待てよ、欲しいつうかそもそもの色違い出てる数が少ないから何だって欲しいぞ。よし、まあちょっと続きやっていこうか。よし、ではでは2ページ目終わり。ここでクレッフィーもらえるんだね。まあ今回もちろんレア枠というかその目玉のポケモンではあるんだけれども、ただまあすでにまあまあ取ってるっていうね。はい、こちらポケモン GO の歴代の起動画面ですね。これ以前もですね他の地域での GO フェスとかでもね展示されていましたね。あー俺これ結構好きだったな。いやまあね素敵な絵ばっかりなんだよね。いいねいいねいいね。はい、アンノーンの T 型の色違いありがとうございます。いやちょっと待って、あそう、あそう、大丈夫、まだ分かんないボックスにいるかもしれない。プラプラ愛してるということで、アンノーンの色違いいけたぜ、ありがとうございます。うわ嬉しい、めっちゃ、なんかめっちゃ可愛いエフィー入ってる。あそうだよ、なんか今回エフィーとブラッキーがいるっていうのがですね話題でございました。あれ俺今いるとこって星のパレードじゃねえのかな、なんか回してる気がするんだけども、あプラプラで回しちゃダメなのかな、なんかそんな感じなのかもね。だってこの辺明らかにさなんか色がね赤青のさ、これえ多分ここだと思ってきたから、まあ、だからあれだ、ちょっとプラプラで回しちゃったのがよくねみたいだから、ちょっと次手動で回そう。回復するの窓、うわめっちゃ可愛いの見つけて入ってくる。うーわ伸びやかだね君、いいね。いやなんか周りの子らもね、まあなんかみんないい顔してるけれどもね、みんないい顔してるいい顔してんだけどね、伸びやかだね、一番いいよ。はい、やっぱり星のパレードのね、タスクはこれ手動じゃないと進まなかったですね。だからさっきのところも確かに手動だったもんな。でこの星のパレードの出現ポケモンの中で、あお前は普通の中で手持ちのやつと写真を撮ると、はい、でないですね。まあいいや、そしたら手持ちのですね私の人手間がねおりますんで、その子らと、じゃあまあ宇野太郎ですかね。宇野太郎、いやここはドス次郎で行こうか。ドス次郎と僕の、お写真タイムでございます。はい、よいしょー、ほいドス次郎出てきた。じゃあちょっとドス次郎ね、ローアングルバーシャリーナイスー、オッケーオッケーオッケー。どうなんだこれ、なんかその場所に行くだけで良かったりするのかな。ちょっと次の場所でももう一回人手マンと撮ってみようかな。なんかもう1エリア行ってね写真撮る必要あるんですよ。はい、ということでちょっと本当はまあ僕はもうこのままずっと星のパレードにですねもう滞在し続けたいんですけども、まあ一応マーシャドウをね撮ってからがねいいと思いますんでね。はい、こちらがね泉の庭園ってエリアなんですけど、これわかる、バルーンなんか飛んでんので、ちょっと近くまで寄ってみようか。なんかねお花をねモチーフに、まあ、庭園って言ってるぐらいだからねしてるっぽいんですよね。ちょっと写すね。はい、これがまず入り口あるでしょ。で噴水のこの両サイドにですねこれバルーンで上お花ですねこれね、はいっていうのがずらっとあって、こっちとあと向こう側にもあって、でにゃーんピント頑張った、ナイス。はい、ちょっとこれ近くだとね分かりづらいんですけどね、はい、水辺を模したバルーンが飛んでますよと、かなりねなんか素敵な雰囲気に仕上がっております。各エリアなんか日本のイベントなんかあんまりこうがっつり設営できないイメージが今まであったんですけども、今回頑張ってますね。はい、ということで7玉連チャン割りいきましょうか。どっかで色違いがね1匹でも2匹でも出たら嬉しいぜって感じなんですが、対象ポケモンはね結構いるはずなんだけど、
なんかあんまり見れてないですね今日ね。そこの辺今回ちょっと踊り鳥の色地とか出したいんですけどね。人手間はねそれは後でねこもりきってねなんとかするとしようと思ってるんですけど、うん、うまくいかんな。はい、じゃあ泉の庭園には来たのでちょっとここで写真撮ってもみよっか。あ、ちょっと待ってなんか色違い火やっぱ入ってんだけど、びっくりした。今いるんかい。まあまあまあ、ありがてえありがてえ。もう一回ドスジローでちょっと写真撮ってみようか。これ対象ポケモン、そこのエリアにまつわるポケモンだけかなと思っていたんだけれども、そんなことないんだとしたならば、ここの、あ、いいんだ。あ、そっかそっかそっか、じゃあ全部人手間でいいんだ。なるほど、 OK。 皆様よかったですね、どこのエリアで写真を撮る系、この4つのタスクですよねは全部人手間で大丈夫です。はい、ということでね、じゃあちょっと進めていこうか。これで3ページ目は終わったんで、まあ折り返しですね。やばいな、ちょっともうちょっとちんたらプレイしすぎてるな。もうすぐ5時になっちゃうんで、ちょっとサクサクっと次のタスクチェックしようか。はい、3ページ目の報酬とポケモンのゲットは、まずはヤンチャムで、次がヒヤプー。ヒヤプーはもういいかな、色違い前も出したしね。はい、スーパー孵化装置と、あー、ここで月 EV か。月かお日様、どっちかは白いのが色違いが欲しいな。まさかのキャンデラさんだ。キャンデラさんこんなにさ、なんかよく笑う人だったんだね。なんかキリみたいな、そういうイメージだったんだよな。おお、だいぶ明るい感じなんだな。で、あ、え、めっちゃ簡単じゃん。卵孵化と15匹捕まえてグレートスロー3回。え、めちゃくちゃ簡単、なんなら動かなくてもいいじゃん。じゃあ僕ちょっとレイドのそばかつ、星のパレードの方でいいですか。ちょっと人手間がいる方向行ってみます。はい、もうここ園内でですね、ナイアンのですね、いろんな社員さんとか、お偉い方がですね、こちらのナイアンティックのねロゴのステッカーをね配ってまして、仙台書いてある。あ、今年のその日付も入っててって感じだね。ちょっと普通にあの柄いいなと思って、この色味いいなと思ってもらっちゃった。イエーイ、ちょっとねおこうかからね、はい、激カワブラッキーちゃん出たんで、これはちょっとね撮ろうかなって感じですね。なんかこれもね色違い撮れるらしいのでね、できれば見たいよね、このブラッキー。あとさっきのねあのエーフィーか、はい、もうねいたんでね、できればどっちかの色調子な。このピカも可愛いな、限定のやっぱ姿いいよね。いやでもこれどっちかな、ピカイ、いや、うん、両方欲しい、うん、滞在中にいっぱいピカチュウとイブイ撮ろう。ほい、3ついこう。おい、ピメ、卵かの色違いは今日はちょっと厳しいかもな。よいしょ、残念。OK、 4ページ目終わりました。はいはいと、まあシャドウはどの辺で出てくるんだろうな、この4ページ目のかその次の、あ、ピタっぽくね。あ、絶対そうで絶対そうで絶対そうで、これだ、こいつだこいつだこいつだ、出ました。だからマーシャドウって俺南国、なんかこの南の島っていうイメージあんまないんだよな。ポケモンのさ、君に決めただよねの時にマーシャドウ出てきてるから、なんかね割となんかそのまあ なんて普通の草原とかから出てくるのかなと思ってたら、ちょっと砂浜チックな感じのところなんですね、マーシャドウの背景ね。へえ、そっかそっかそっか。はい、いつものエクサスクですね。でラスト、この3発目で入ってくれるでしょうと。はい、で今4ページ目なんで、多分5、6ページ目でですね、アメちゃん集めって感じになるでしょう。よし、入りました。はい、ということで、今回の先行実装マーシャドウをゲットって、あざっす、来た、さあドキドキマーシャドウ個体値でございます。強いのか弱いのかどっちなんだ。もう今までね歴代僕もそんなに強いのを引けないというね、事実があるんですけども、でもなんか去年の結構良かったんですよ。去年はね結構良かったから、まあ上向いていると信じましょう。1580どうなんだいドン。
え、よくね、え、え、よくね、え、全然よくね、15、12、13、え、いいじゃん、うわ、許す、OK、ということで、攻撃15、まあまあ強いマーシャドをゲットだぜ、あの、よし、はあ、これでちょっとね、心に余裕が出てきました。こっからですね、まだまだリサーチが、あ、え、評価と粗品の砂と XP、 あー、なるほどね、まあじゃあそんなに難しくないから、ここはささっと終わらせましょう。そしたら6個ですね、なんか今日全然7玉さ、全然こうあんま振るわないというか、7玉からの色違いがですね、今のところゼロなんですよね。あー、 EV とか出したいけどな、できることならば見たい。あ、いっぱい出てきてくれてる、出てきてくれるが色違いにならないという、非常に悲しい感じですね。おー、エモンガでもよかったぞ。でもっていうのは失礼だな、エモンガがいいとか言ってやらないと、エモンガはな、エモンガ人気ですから。あ、まあちょっと今ね、ちょうどこれでね、今の砂を稼ぐやつだったんで、リサーチだったんで、おし、あ、マーシャルの飴もらえた、ステッカーと T シャツ来た、ほい、ラストだ。え、交換とトレーナー1人とフレンドになる、あとギフト3個か。まあ、いっぱいいらっしゃるんで、わかった、次でちょっと最初に声かけてきた人でしょ、そうしよう。あ、ガマさん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。ちなみになんですけども、はいはい、フレンドの枠って空いてますか？あ、空いてます。本当ですか？今のフレンドのタスクをこなしたくてですね、いいですか？あ、ありがとうございます。ちょうど今5秒前にこの後最初に声かけてくれた人にちょっとお願いしようと思ってたんで、はい、いいですか？あ、はい、あ、いいですか？ありがとうございます、ありがとうございます。はい、行きましょうか。いけたと。あ、よかったです、ありがとうございます。はい、ではちょっと助かりました、ありがとうございます、ご感謝します、ありがとうございます、助かりました、助かりました。やーった、やった、このセットすげえ、だって1分半ぐらい、出た出た、嬉しい、やった、今回欲しかったのうちの一つですね、色違いのイーブイちゃん、嬉しい。あ、俺木の実なきゃいけないけど、大丈夫だ、危ねえ、危ねえ、よし、ということで今回の限定の一種でございます、色違いのお日様の冠のイーブイゲットでございます。やった、これは嬉しい。あー、防御が欲しかった、防御が欲しかったけど、全然 OK、 全然 OK。あ、出るんだね。なんか俺ね、正直もう無理かなって思ってた。なんかもう17時じゃん、もうすぐ終わりじゃん。なんかあの部屋とかはね、この後気合を入れるからね、頑張れるかなと思ってたんだけども、これはもう無理かなと思ってたけど、いけた、嬉しい。ちなみにこの今ね、ドクターとね、またね回っております。ドクターさんが今、ちょっと静かにしておきましょう、写真撮影してから。いやー、このハテナマークの安納めっちゃ欲しいんだけど、あ、やべ、18になった。こっからだから2分間大安納タイムだ。よし、頑張ろう。あ、お前入らないかい、逃げるんかい。じゃあこの時間からですね、周りに出るのが多分全部一回安納に切り替わりますんで、どうだ、 T か、 T じゃないんだよな、 T はもう今日ね見ましたから、はいはい、まあ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 、いいでしょ、いいでしょ、とりあえず入りましたよと。ほんで、あとのアンノンちゃんの姿が見えない。てかブルンゲル今いたな、普通に欲しかったな。あ、相方か、ちょっとね、アンノンはね、さっきね、あとなんかプラプラでね、 Y も取ってたんですよ。だからそれ以外の色違いを見たいところではあるんですが、ここちょっと場所が悪かったな、アンノンがそんなにいいところではなかった。ちょっとラストアンノンチャンス無駄打ちで終わったっぽいな、もったいない。さあ、今18時となりました、18時過ぎですね、ということでですね、この人出マンですよね、が出てくる今、星のパレードですね、はい、こちらのエリアの方に戻ってまいりました。
はい、こちらですね。はい、なのでちょっとここでですね、まあ人手満をできることならば出したい、仙台色地を出したい。でまあもしもそれで取れたら、人手満取れたらちょっと別のエリアに移動という形にしようかなというふうに思います。さあ今18時25分でございます。もう部屋を取りながらね、やっておりますが、ちょっとね残り5分、人手間脇がね、まあ、爆脇ってわけじゃないからね、ちょっと厳しいかもしれませんね。まあレイドもね、まあ、出ておりますんで、そういったものもこなしながら最後やりましょう。でなんか7キロ卵ね、今日、上限引き上がっていたと思うんですけれども、そちらもですね全て、終わりました。7玉全割り、もうこれ以上今日はギフト開けられないよって言われましたね。蚊が出てきたな、少し涼しくなってきたからちょっと蚊が出てきました。ちょっと残りの時間はですね、まあ、もちろんね出ているポケモン、では人手間取るんですけれども、まあ、のネクロズマレイドもですねちょっとね積極的に狙っていこうかな。まあただレイドは明日明後日も一応やれるっちゃやれるからな。いやまあ捕獲もできるか。何に狙いを絞るか明日以降な。まあ残りちょっとねラストパート頑張って結果発表の後でさせていただきます。時間見て18時28分、やっぱりね愛が勝つんですよ。愛と執念が色違いを呼ぶんですよ。捕まえようね。さあちょっともう時間が怖いからね、ちゃちゃっと捕まえちゃいましょう。1829、もうラストの本当の時間でございます。もうこれ捕獲の時にね、いや時間オーバーで逃げられちゃうとかあったらもうたまたまじゃないですかね。よしということで、仙台の人手満ゲットのザーザー。マスターボール使うの忘れてた。うわ急ぎすぎた。あーもうこれもう同じじゃん。もうスペインの時と同じミスしてる。スペインも1匹目の人手満ね、あれだったんですよ、色違いだ。もう焦りすぎて普通のハイパーボール投げちゃったんですよ。うわもうこのためにマスターボール取っといたのに。明日明後日ちょっと市内とか出そう、そこ出そう。うん、はい、ということで時間終わりました。18時半過ぎましてね、公園の中のですねソースもですね綺麗に消えまして、はい、ポケストップ、まあ、あるぐらいですね。でも今からみんなもね公園からも出て、駅に向かうって感じでございます。ということでですね、ちょっと帰り道ですねまた会えましたんで、ドクテスイーどうも松本です。はい、いや今日はありがとうございました。はい、なんか本当にね今日の僕の1本目の時にもねお会いしてるんですけども、はい、もう公園の中だけじゃなくて仙台駅でもね、なんか歩いてるとよく会っちゃうっていう感じなのがよくわかりましたね。そうそう、今回ね本当山田がドンっていうのがね基本的なスタイルですね俺が待ってる側なんだ。そうなんだ、歩くと大体山田がドンっていう、ね、あ棒なんだよ。だからね、そうそうそう、もうね俺はね急に言うからね、はい、いやでもちょっとね今回もね長寿会えたんでねすごいね良かったです。はい、またじゃあ次は、まあ、明日明後日もしかしたらまた出くわすかもしれないですけど、そうですね、ワンチャンスペインですね。そうですね、そこかくってますね。うん、そう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 、そこはちょっとまた一緒なんで、うん、はい、6月だからドクターとの動画が割と多く出ると思いますんで、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今現在ですね、間もなく20時となろうとしております。まさかのですね、実はまだまだねレイドやれるんですよ。ほらやばい、このね18時半で、まあ、公演とかのイベントは終わっているんですけれども、で今野生脇はイベント対象じゃなくなりました。でもレイドに関してはもうノンストップ、ノンストップウルトラビースト厳選エンド人手間でございます。最高ですね。はい、なのでこの後もですねリモートレイドパスとかね今日意外と使ってないので、まあ結構現地レイドばっかりだったんでね、リモートレイドパスはペペと飛ばしつつ、あとまあ普通にね現地レイドもですね仙台駅の方出ちゃえば全然やれるんで、まあ残りもうちょっとやろうと思いますが、まあ動画としてはここでね締めようかなというふうに思います。でですねドクターとねまあちょっと
まあ、締め取って、公園でをね、でそこから、まあ、こっち一回ホテル戻ってきて締め取るまでの間にですね、これも出た嬉しい、見てください、ネクロズマ CP 高い色違い、よかった、なんとか出せた、結構ね低かったからね、この高いやつを合体させればよかったなって思ったんだけど、まあしょうがないよね、うん、この動画の1個前の動画でね合体させてる個体よかったら見てほしいんですけども、そんなにな、そんなに、でもね、でもいいんですよ、ネクロズマのこの、まあ、合体のための、まあ、エナジーっていうのはあのグローバルの方でまたねあの入手できますんで、今回先行ということで、まあ、何よりもねまず合体してる姿を見せたかったんで、はい、じゃあ結果どれくらいの色違いが取れたのかっていうのをね最後にちょっと見ていただこうかなというふうに思います。はい、上3段ですよねの、あこれ右下にいるシェイミは関係ないので、計8匹ですねの色違い今回ゲットすることができました。少なくね、え少なくね、ゴーフェスだよね、ええどういうこと、ちょっと弱しですね。なんなら今回のみんながやっぱり目玉としているやつらあんま取れてない、いやまあでもネクロズマ取れてるからいっか、うん、まあ何はともあれネクロズマですよね、がまず2種ですね、2匹、はい、これこっちの方が強くてね嬉しいですね、うん、つか雨結構溜まったな今日1日でネクロズマの雨691の XL に関しては403、えげつない、フル強化できますね、はい、あとはヒトデマン、執念のヒトデマンですよ、もう仙台のヒトデマンだから、お前はもうズンダですね、君はズンダー、ズンダロー、ズンダローでございます、はい、お前はズンダローですね、はい、あのうちにはですねウノ、ドス、トレスの3人のですね、はい、あの名前がついた子がいるんですけど、こいつはもうズンダロウでございますね。はい、お気に入り登録ですね。はい。あとはまあこいつが出てよかったなといったところですね。EV、まあ EV やっぱ白の方がいいね。冠被ってんの白いいね。うん。であとアンノーンがね Y と T が出たのが嬉しかったね。でまあポチポチっとあとはヒアッププルリルあたりが入っていたよと。うん。いった状態ですね。アンノーンの色違いって俺どれくらい持ってるんだろう。ちょっと見てみようか。結構持ってんな、こうやって見ると。で、あ、Y は前出してんだね。T は？あ、持ってない。T が今回初見、初ゲットなんだ、僕ね。山田をやるためには、ちょっと私、あれですね。D 狙わなきゃダメだね。うん。ちょっと今後増やしていきたいですね。うん。いや、でもそれよりも安納はね、ちょっと明日以降？ハテナ。ハテナ欲しい。ハテナの余地が欲しい。これをちょっと頑張りましょう。はい、まあでも初日の総括なんですけれども、色違いの数残念ながら個人的に多くはなかったと思います。うん。でも人手マンが出たんだから、ラスト滑り込み人手マン、あれこれが山田チャンネルですよ、最高でしょ、あれが出せたんだから、もう僕はもう100点、自分のこのプレイに100点をあげようと思います。うん。なので明日以降はですね、もう自分の推しを取れた残りのいろんなですね、まあ、イベント的な、まあ目玉、うん、やつらを頑張って取っていこうと思います。頑張ります。はい、ということで今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。私はまだ X、Instagram やっております。よかったらフォローお願いします。ゲームチャンネル、サブチャンネル、ポンタのチャンネルございます。もしよろしければこちらのチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。髪の毛ぐちゃぐちゃだから最後まあ部屋なのに帽子ごめんね。